してミスターホルテのメンバーってどんな人？洋平くんは結構コメディ担当というかおちゃらけ担当。自分はやっぱりあのギターヒーローですかね。いや嘘です、全然嘘です、あのしょうもない人間です。今日も若干二日酔いです。ベースの樹くんは一番パンクというかライブでの動きとかも一番激しいパンク担当っていうか一番ロック担当みたいな感じです。あ、じゃあギターヒーローがいるならあのベースヒーローになれる、なりたいなって思います。僕は結構ライブではまあ感じないかもしれないんですけど、あんまり喋るのが得意じゃないのですごい人見知りなタイプ。ライブだともっと伝えようっていう気持ちがすごくあるので、あのすごいフロントマンとしてかっこいいなって。ちょっと一見こう突っかかりにくそうなキャラではあるんですけど、普通に楽屋とかに話してるとすごいお茶目で可愛いやつっていうところがありますね。これを言ってあの営業妨害にならないか分かんないですけど。ミスターホルテのサポートメンバー、今日はですねあのヘブンズロック埼玉なんですけど、前回も来まして両手を広げれば今夜どこまでも飛べそうさツアーで10月にワンマンで来てて、ドラムの今ハノンちゃんが活動休止しちゃってまして、今回は前回このツアーで対バンしたつながりもあって、その今のハノンちゃんの場所を守るためにベギーズのミクさんが今サポートをしてくれてます。あのみんなと仲良くなれてるなって感じがしてグルーヴが高まってます。ライブ終わって打ち上げ行く途中の道でこうやってナレーションしたり、ちょっと最近サボり気味なんで頑張ります。ミスターホルテのツアーグッズ、今回のツアーグッズも自分がデザインしてて、ツアー T シャツなんですけど EP のタイトルで This is Cold Love ってタイトルが入ってて、裏に日付と各地の名産のものがこれお肉とかなんですけど、神戸牛とかなんですけど、食べ物を表現するのって難しいなっていう。それはなんかギターから木がこう生えてるんですけど、マールムっていう新曲がの歌詞の中に出てくる君と僕の2人にアダムとイブみたいな意味合いをちょっと持たせたかったので、魅惑の果実を食べちゃうみたいな話がその中であるので、音楽を手にしちゃうみたいな感じの雰囲気でデザインしました。ミスターホルテのライブの乗り方、さよならピースのピースの時に手をピースする、大体洋平くんがあそうやね、手を上げてくれたりして、あともう本当に横の人見ながらあみたいな感じでめっちゃ大丈夫です。なんかあんまり自分飛んだりしないんですけど、心の中ではずっと飛んでるんです。体で出してないだけで。でも僕らも曲中にジェスチャーとかなんかたまにしたりするんですけど、やっぱそういう時お客さんみんな反応してくれて、僕らの動き真似してくれたりとか、暗い辺の中明るいテレビって曲があるんですけど、それはサビで僕がこう左右に手を振ってて、そういう時はみんなお客さんこういう風にくれるので、やってて楽しい空間になってるなって。そう、なんかさよならピースとかのなんかみんなピースを掲げてなんかジャンプしてくれたりしてるのがすごいグッときます。あのシリウスの1サビ前の一番星みたいな歌詞があるんですけど、そこでこうお客さんがみんなこう手を挙げて勢ぞろいでこうみんな挙げてくれるのがすごい、歌詞も聴いてくれてるなって思ってすごく嬉しいです。なんか結構みんな自由に本当楽しんでくれるので、いいツアーになってるんじゃないかなっていうふうに